島アナがやってきた大津市にある商店街。印象はどうですか？普通の商店街ですね。観光地という感じでもないですからね。この辺にホテルってありますか？ホテル、地元の方もよく知らなさそうな商店街ホテル、一体どんなホテルなんでしょうと歩いていたら、皆さんこんにちは。どうもこんにちは。あ、この方が商店街ホテルを企画した谷口さん。地元滋賀で工務店を営んでいます。さっき町の方に聞いたら、はい、知らないって言われたんですけどなるほど、はいはいはい、こちらです。あ、これ、はい、これホテルですか？これホテル、はい。商店街に佇む和風建築、一軒丸ごと借りられるお家のようなホテルなんです。あ、うわ、あ、なるほど。ここは食堂、まあ、ダイニングですね。へえ、はい、ちゃんとキッチンも広いのついてますね。はい、まあ、こちらで料理ができるように。ここは？ここはもうくつろぐ場所になります。くつろぐ、はい、まあ、言ったらリビングみたいな。そうです。でこっちがちょっと気になりますね。はい、ここはもう庭を楽しんでもらおうということで、はい、2階に上がると、いわゆる昔ながらの和室がちゃんと床の間もあって、はい、お二人の場合はベッドをご用意してまして、4人になるとこちらに布団を敷くと、はい、まあ、一応マックス5人までのお部屋なんで。そうですか。ちょっと寝室も綺麗です。案内していただいているうちに福島アナ、あることに気づきました。でこの建物の中ずっと見ていくと、まあ、新しい材料こういうところがね、はい、分かるんですけど、この柱とかね、はい、梁なんかは割と古そうな感じですね。そうですね。オープンしたのは2年前なのに古いところがいっぱい。ということは築どれぐらい？これもう100年ぐらい経ってます。築100年、はい、じゃあコンセプトとしては、はい、昔ながらの建物をホテルにするっていうのが、はい、そうですね。靴屋さんに改修されていた築100年の町屋、それがかつての姿を取り戻し、町屋ホテルに生まれ変わりました。でも実はここだけじゃないんです。商店街周辺にあった町屋7軒をなんといっぺんにリフォーム。中でも大きいのが、元は酒屋さんだった築120年のこの建物。ベッドルームを見上げるとすっごく立派な梁が。どの部屋もとっても素敵にリフォームされています。宿泊料金は泊まる建物、人数、時期によっても違いますが、福島アナが訪ねた丸屋の場合、平日に2人で泊まると1人当たり2万円くらい。 GoTo キャンペーンなどの割引を利用すればもっとお得に泊まれますよね。私も泊まってみたいな。リフォームこれでも結構大変だったんじゃないですか？もうすごく思ってる以上にもう中身が腐っておりまして、お箸がなくなってるんですね。消えてしまってる。え、もう虫が食べて腐ってブランブランになってる。柱としてほぼ機能してない。機能してない。へえ。そこはもう取り替えて根継ぎという技術で、古いのを、まあ、全部丸々潰せば簡単なんですけど、うんうん、残しながら作るというのは実は一番手間のかかることなんですけど。そうですか。相当と大変でした。全国から私の知り合いの大工職人も50名ぐらい。ここだけでも大変なんですよね。ここだけでも大変。もう新築建てるの倍かかりますね。手間や時間がかかっても使える資材は最大限利用してリフォームする。陸の資源を守る責任を果たしているんですね。このホテル、夕食付きでもないんですが、こんなサービスが。商店街のお店を案内しながら、すごく美味しい惣菜とかそういうものを売ってますので、うん、まあ、そういうものを買って、でこちらで料理をするというようなことをお勧めしたり、うん、まあ、もしくは結構美味しい隠れた名店が、カポレレさんもたくさんあるので、あ、 そうなんですか。まあ、そういうとこをご紹介をして、そしたらここに泊まることで、はい、商店街全体を楽しむという、あ、そうですね、ことなんですね。はい、だから商店街ホテルという名前がついてるってことですかね。あ、そういうことです。なるほど。はい、ということで今回は谷口さんの案内で商店街ツアーに出発。あら、これはかなり歴史ありそうなお店。はい、お漬物屋さんですか？そうです。うわ、すごい看板ですねこれ。
170年やっております。170年、はい、はー、立派な店がね。この建物自体もだいぶ建ってるんですね。江戸時代の建物です。この地元ならではのものってもあるんでしょうか。まあ、うちだけの名物なんですけどね、うん、このながら漬けいうのがうちの名物で。ながら漬け、はい、味はなら漬けに近い、まあ、なら漬けに近い味です。はい、このお店、大正時代に宮内省御用達に認められていたそうで、当時の資料などもたくさん展示してありました。さすが歴史ある町の商店街。いかにもこちらは歴史があるという。続いて見つけたのは老舗の造り酒屋さん。創業は1658年、360年も続くお店なんですって。すごすぎ。初めて来た商店街でこれだけのこう老舗にスッと入るのはちょっとこう入っていいのかなっていう気持ちになったりしますけど、案内していただけるとすごくスムーズに入ります。この商店街でも酒作ってるなんてっていう方がやっぱ多いです。そうですよね。なので、はい、ご案内していただくことでね、え、作ってたのって言われることが。お店の方おすすめのお酒を購入。下からこちら店構えは普通ですけど、ビアは古魚とか、はい、そういうものを中心に置かれてて、淡水魚。へえ、教えてもらわないと見過ごしちゃいそう。このお店のすぐ隣が商店街ホテルの一つ、鈴屋。ホテルができてから商店街に変化があったそうです。ファミリー向けですかね、の方が多かったんで、あ、これはちょっと商店街に子供が増えてるわ、子供が通ってるわ。どこの商店街もだいたいこうね、お客さんが減ってきたりとか、まあ、高齢化が進んじゃってっていうのはあると思いますけど、それはうちだけなのか他はどうなのか分かりません。うちはとりあえず場所ないと思う、はい、ホテルが商店街の活気を取り戻すきっかけになるといいですね。ぐらいですか。買ったものを持って再びホテルに。ああ、すみません。なんかもう仕事してるとは思えないですね。福島さん、お仕事してくださいよ。ああ、こういう果物のような香りがありますね。もうこれは本当にこの商店街じゃないと手に入らないものばかりですもんね。はい、あ、これ美味しいわ。実感できない。商店街を丸ごと楽しむ、こうしたホテルを作ろうと思った理由は何なんですか。やっぱりあのホテルのロビーが、まあ、大津の街をちょっと視察といいますか、まあ、うろうろ歩いてたんですけども、はい、そうするとあまりにもこう街がこう元気がないといいますか、で見るともう街がもうたくさんあると、はい、調べていくと古民家というのは1500軒あるんですけど、はい、そのうちの1割の150軒が空き家になっていると。え、そんなに。そうなんですよ。は、貴重な町屋がたくさんあるのに空き家が多い。空き家になった建物は壊されてマンションなどに変わっていく。そんな状況を見かねた谷口さんは大津の町屋を再生することを決意。そうして作ったのがこの7軒の商店街ホテルなんです。この古い建物を私たちが蘇らせて、で ほんの少しでも人を呼んできて、街をちょっとずつ活性化させていくことができたら、まあ、本望かなというのが実はきっかけになります。そうです、はい、谷口さんの取り組みに地元の人たちも賛同。ここは町屋を改装して誰もがテレワークなどに利用できるコワーキングスペースとして去年オープン。またこちらの女性も町屋を改装したカレー店を開店しようと現在リフォームの真っ最中。古民家見せてもらって、なんかその建物に私は色気とかそういうのを感じたんで、町に活気が戻ったっていうふうにすごい声かけてもらえるんですね。古民家持っててどうにかしたいと思ってる方たちにいろいろ見てもらえたらいいなと思ってます。古い町屋を生かすことで住み続けられる町づくりが進められているんですね。今回の取材を終えて福島アナが勧めるのは、歴史ある街を飲んで泊まって感じよう。やはりこう飲み食いをして実際に住むようにして宿泊することで街の魅力を感じることができる、その場所を街全体で作っていくというのが大事なのかなと